5月19日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。9月19日、今日はトークの日だそうです。ところでトークってなんだっけ？バーゲン行くの？それはお買い得。ズボンが入らないよ、それはフトークなったね。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志忍び草のご注文が増えてます。法事ギフトはお任せください。淡路島さん天然生わかめ、とってもよく売れてます。漁師手摘みで厳選、とっても肉厚でプリンプリンです。肉厚なので天ぷらなんかにもよく合います。プリンプリンわかめ大人気。店長まっちゃん、嬉しいことがあったから飲むって。あんた毎日飲んでるやんけ。